地域医療機能推進機構地域医療機能推進機構星顔改良センター社長。星顔改良センターは大阪府平方市にある医療機関である。独立行政法人地域医療機能推進機構が運営する病院の一つである。救急国示病院に指定されており、580床を備えている。大阪府がん診療拠点病院、エイズ治療拠点病院認定。 公益財団法人日本医療機能評価、機構認定病院。この不市は、医療機関に関して執筆中です。過失、訂正してくださる協力者を求めています。大阪府救急国事医療機関一覧、エクセルファイル、46キロバイト。大阪府健康医療部保健医療室医療対策課、救急、災害医療グループ。2020年7月2日閲覧。 病院紹介。星川医療センター。2020年7月2日閲覧。大阪府内の癌診療拠点病院一覧。大阪府健康医療部健康推進室。健康づくり化生活習慣病。癌対策グループ。2020年7月2日閲覧。府内エイズ診療拠点病院一覧。大阪府健康医療部保健医療室。感染症対策課感染症。 検査グループ。二千二十年七月二日閲覧。病院評価結果の情報提供。公益財団法人日本医療機能評価機構。二千二十年七月二日閲覧。a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z a a b a c アド大阪府医療機関情報システム。大阪府健康医療部保健医療室。 保健医療企画各企画調整グループ。2020年7月2日閲覧。禁煙外来のご案内。星川改良センター。2020年7月2日閲覧。ガン患者、家族の心のケア科。星川改良センター。2020年7月2日閲覧。リンパ浮腫外来。星川改良センター。2020年7月2日閲覧。ABCD。 診療科のご案内。星川改良センター。2020年7月2日閲覧。AB 交通のご案内。星川改良センター。2020年7月2日閲覧。ありがとうございます。